はい、こんばんは、島津です。本日ですね、ようやくバイオハザード7の、DLC エンドオブゾイが来ました。これはね、7で、ゾイと別れた後の話ですね。そう、自分すごい気になってたのよね、あの後ゾイがどうなったのか、そこの話を書いた、DLC になります。で、今回ね、もう一人出てくるんだけど、まあ、ここに書いてある通りね、あ、ジャックの兄なんだね、ジョーは。そう、兄さんが出て、今ね、抱えてるけど、あの人がジャックの兄さんみたいですね、ジョーって名前の。うん、てっきりね、まあ家族とは思ってたんだけど、誰かなってずっと思ってたんだよね、ジョーって。うん、ジョー・ベイカーって名前だから、ベイカー家のね、一人とは思ってたんだけど、兄ちゃんみたいですね。うんうん、はい、じゃあね、ちょっと話長くなりましたが、やっていきましょう。遅くなってすいません。早く投稿したかったんだけどね、今日ちょっと用事があって。じゃあやっていきましょう。なんかね、ノーマルカジュアル、ノーマルで行くに決まってるじゃないの。この後多分マッドハウスも出てくるんじゃないかね。はい、森に住んでるらしくて、ジャックの兄さん、ジョーは。うん、ベイカー家の近くの森に住んでるらしいです、話によると。で、兄さんは感染してなかったのかね。まあ、それもわかるよね、多分ここで。離れてたから被害から免れたのかね。それか、ゾイが知らせてこないでって言ってたのかもしれない。うん。やっと完結するよ。うん、バイオハザードも。ここね。うん、ここで別れたんだよね、どっちに打つかって。血清を使った、あと一本しかない。いいんだ、逃げるなんて考えがバカだった。誰か治療できる人がいるはず。ここが私の家、ここから離れられないんだよ。助けを送る。そんなのいらない、誰も助けになんか来ないくせに。そう、正規ルートだとこうなるんだよね。これ何をしてるんだ。待って、エブリン、お願い。ああ、エブリンが力発揮したんだね。おい、見ろ、誰か倒れてるぞ。待て、この子たちは。あいつら何してやがる。うん、間違いない、ゾイ・ベイカーだ。まだ生きてるぞ。本部に連絡しろ。今ゾイって言ったか。あんた、ここの人間か。ゾイに何をした。おい、我々が助けに来たから。てめえらゾイに何しやがった。あんた、なんだ。どうせ、やめろ。気性荒いな。なんてこった。ゾイ、お前こいつらに一体何されたんだ。待って、隊員二人倒すとかすごいよ。うん。え、これ縛られてる。信じてくれ、俺たちは助けに来た。嘘つき、そんなもん信じられるか。捕まっちゃったね、簡単に。そうだろう。あんな武装ヘリに乗って何が助けに来ただ。あんたは誤解してる、そうじゃない。てめえらが何者かは俺には分かってんだ。ここらの化け物のことも知ってんだろう。教えろ、奴らは何なんだ。何を言ってるんだ。あんたは分かっちゃいない。分かっちゃいないだと。
その子を見ろ見ろ、そいつは弟の娘で俺の姪っ子なんだよ。こいつは俺の大事な家族だ。だがてめえは殺そうとした。それだけは絶対に許すわけにいかねえ。頼む、聞いてくれ。その子は感染して死にかけてる。このままじゃ俺たちも死ぬ。その子と同じように死ぬんだよ。こいつはまだ死んでねえ。てめえ助ける方法を知ってんだろ。教えねえと外のやつらがやつだ。分かった、言うよ。薬がある。嘘つくんじゃねえ。嘘じゃない、本当だ。治療のためにその子を連れて行く途中だった。それをあんたに邪魔されたんだよ。今も仲間は俺たちを待ってる。どこにいる？めっちゃ荒いな。森の中の古い小屋だ、うん、ここからそう遠くない。すまんな。なんか薬もそこだ。本当だよ。なんだろうな、本当に助けに来たっぽいよね、喋り口調からして。すまんな、なんかすまんな。必ず治してやるからな。お前は俺の家族だ。あれだね、ジャックの方はすごい普段はおとなしくて優しい感じだったけど、ねえ、普段からこんな感じだったんだね。ジョーの方は。これは、ワニ寮から戻る途中、森で妙な連中を見かけた。密漁者なら縛り上げてやるつもりで近づいたら、でかい牙、爪と牙で襲ってきやがった。ああ、はいはいはい。モールテッドのこと言ってるね。あんな化け物がどこから来たのか知らんがな。どうせまた政府が何かしくじったんだろう。でなきゃ大学のインテリどもか、外国のテロリストか。最近飛び回っているあのヘリも怪しい。あそこの写真って、ほら、終わり手前でさ、なんか写真が出てきたじゃないですか。アンブレラのマークの。ジョーが撮ったやつかね。ぽいよね。うん。ほら、もう強いよね、ジョー。いや、ジョーね、実はですね、拳でね、今回ね、モールテッドと戦うんですよ。この気性の荒さを生かしてね。どうしようか、この人。どうしようか。あれ？隊員あと一人どこ行ったの？ああ、こっちから行くのね。どうしよう。あれ？隊員一人どこ行った？吊るし上げられてんの？どっかで。なんかかわいそうに思えてきたんだけど。どこだろう？まあいいや。とりあえずやっていきましょうか。あ、薬液久々見るな。何が入ってる？あ、防御コインが入ってるか。すごいな、素手だよ、素手。ジョーのサバイバルマニュアル。これちょっと見ていこうか。どこで見んだっけ？あー、すいませんね、久々やるもんでね、セブン。ジョー・ベイカー。化け物どもと戦う時の心得。その1、連中。ボディは丈夫だが頭は脆い。殴るなら頭だ。あんな牙の生えた頭を殴るとはね、すごいね。化け物に左右のパンチを連続ヒットでぶちのめす。左、右、右の連打で素早い連続ジャンプ。ジャブか。右、左、右から左ストレートでノックアウトだ。ちょっと待って、すげえな。やつらが倒れたら頭を踏みつぶしてとどめを刺す。その4。こちらに気づいてない間抜けには背後からしゃがんで忍び寄れば簡単に始末できる。強すぎだろう。え、どういうこと？右、あ、いやいや、左、こう？ん？だね。で、ちょっと行くわ。行くわはいいんだけど、ああ、はいはい、ジョーの家、S、はい、行こう。もう一人の隊員が心配だな、俺的には。これじゃないよね、まさか。あー、練習か。はいはいはい、ステデコーヒー。あー、これ、モルテとか。レフト。L2、はいはいはい。おら、こういうこと ?R2。あ、こういうことね。はい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 。はいはいはい。すげえな。
ジャブが。L に、あ、違う違う。R に L に、R に L に。R に L に、R に L に。おお、すごいな。おお、はいはいはい。あ、いた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 。ガード。いや、これなかなか難しいよ。ほら、すいません、ちょっと練習しすぎたんですけど、あの敵とね接触してないとあのコンボ通用しないみたいですね。これなんだ、芋虫。はい、芋虫は虫、特殊な液体と合成することで体力を回復する薬を作成できる。なるほど、こっちでは虫なのね。ハーブを使わないで、すごいね。そのまま食べてもわずかに回復する。これどうやるんだっけ、合成。パパって合成できたっけ。へえ、動いてるよ。もうぞもぞ動いてるぜ。こうだよね。おお、回復役になった。すばらしい。じゃあ行こうか。なんだ、いるな、どっかいるな。頭だな、ボディじゃなくて。ムカデ、ムカデは特殊な。おお、これもムカデも虫関連は回復役になるみたいだね。どこいるか。おお、来た、出てきやがったな、これ。クソ野郎め、クソカビめ、お前らみてえなやつを殺すのは素手で十分だ。おら、すごいすごいすごい。で、あ、R に、おら、足潰した。もう一回、起き上がらないようにしてやる。やったー。待て、ジョー強すぎだろこれ。もう素手でクリスに匹敵するぞ。うん、素手で倒せるのはもうクリスだけかと思ってたけどね、そうではなかったね。もしさ、ジョーがさ感染してたらどうなってたかね。うん、この気性の荒さの上だって、あの何系、あ、やべやべ。だってさ、あぶね、ジャックでさえさ、あんだけ気性が荒くなったのにさ、おとなしい。あぶね、あぶね、ちょっとまとめてはつらいな。よいしょ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 、いてー、ちょっと待って、どこ行った。 OK、 踏みつけ、踏みつけ、よし。はい、あれ、なんかアイテム手に入んないのっけ。やばいな、そこそこ食らったな、防御したとはいえ。あ、一発食らったか。でもあそこかな、あそこっぽいな。アイテムないか、アイテム。これ生放送でやろう、クリアしたら。ほら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 、タフネスすぎる、タフネスすぎる。攻撃のエフェージ、なんじゃこりゃ。所持数に応じて攻撃力が上がる。あ、なるほど。これも、量が増えればパンチ力が上がるってことだね。1% ずつだって。とりあえずこれも合成に回しておこうか。はい。で、確かショートカットいけたよね。下で、すげえな。最高に面白いぜ。はい。何？ムカデいただこう。暗いな。おお、お、なんじゃこれは。あ、腐ってない。ね、もう骨になってるね、顔が。なんだ。あ、薬持ってる。あ、E 型感染治療薬。くそ、どうなっちまってんだ。これを持っていけばいいのかな。はっ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 、強っ。よいしょ、どっこらせ。あ、倒した。オッケー。あ、ここで待ってるって言ったね。で、今持ってたのがあれか、
あー、いたな。来いよ。おら、おら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 、よいしょ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 、おら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 、あ、倒した。まさか、しぶといやつだ。痛いよ。しまった、しまったな。ん、あれ使えないのっけ。回復する R1 か。ちょぼちょぼちょぼ、あ、R1 で回復だったね。もう忘れてる忘れてる。いやー、一発食らうときついね。ちゃんとガードしないとやばい。じゃあ行こうか。え、真面目にあのもう一人の隊員を心配するわよ俺は。どこにやったんだ。二人連れてきてあげないと。おっと待って、あれ崩れ落ちたぞ。何かいるなあそこに。あ、燃えてる。なんだ、おいおい、嘘だろ。ワニ、ワニがいるんだけど。え、おい、え、え、でかっ。いなかったよねさっき。え、ジョーこんなタイプの撮ってんの、でかすぎだろ。いやー、いや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 、ワニ多すぎでしょう、ワニ多すぎでしょう。これあれかな、感染して巨大化したのかな。いや、そう考えないとこれでかすぎるよね。ジョーのタフネスさがわかるわ、もしこのサイズでいつも飼ってたんだったらね。どうなってる？いた、隊員。ゾイ。どうした？え、ゾイ、隊員も心配しないと。もう大丈夫だ。今助けてやるからな。大丈夫かな？どうなってんだよ。なんで聞かねえんだよ。薬が足りないんだ。それだけじゃダメだ。完全に治すためにはもっと薬がいる。あ、量がね、足りないのか。野営地に薬がある。俺を解放してくれ。連れてってやる。頼むよ。野営地。ああ、助けてあげて。助けて。ちょちょちょ。ジョー、助けてあげてよ。おお。引き裂かれちゃった。くそ、ゾイを連れ出さねえと。なんだ今、なんだ今。ちょっとゾイを連れ出そう。本当にすまんな隊員。敵かは味方か、ちょっと、おらららららら、ゾイ、早くこっから出る。え、なになになに、ゾイって今名前読んだぞ。熱っ熱っ。まあ、とりあえずゾイを運んでいこう。え、なになになに今の誰、人だったよね。一体何がどうなってやがるんだ。あれ、もしかしてジョーさ、エブリンの感染のあれは知らないのかな。とりあえず冒頭で、待っとけよゾイ。大丈夫、大丈夫だぞゾイ。え、さっきのモルテッドは何だった。あ、いるいる。くそったれめが。あれ何なの。待っとけゾイ、野営地まで行くが。さっきの野郎、確か野営地に薬があるって言ってたな。そうだ。なんか心苦しいな、俺。なんだ、いつの間にこんな壁作りやがったんだ。これなんだ、何の壁。これが野営地か。いや、早くない、突貫工事にしては。あそこに何か明かりがついてるな、うん、あれが野営地か。調べてみるか。あれ野営地だね。
これ何？アンブレラが作ったの？いやもうこれ結構前からここら辺にいたってことだよね。やばい、またちょっとセブンをこう詳しく調べたくなったね。大丈夫だぞゾイ、もう少しの辛抱だ。うん、待っとけ、ジョーが助けてくれるから。よし、もうちょいで八重地走れ。オッケーオッケー。ん？なんだ？光か。大丈夫かな？中なんか いたりして。いた！ワニに構ってる時間はねえよ。ないんだけどさ。ワニに構ってる時間はないんだけど、え、これいける？来ない？でかいしさ、しかも。はい。パンチ力上げていこう。すごいね。ワニがいるところもね、こう床に、あ、うお、やばいやばいやばい、くんなくんなよ、くんな、あっち行け。よし、ここなら安全だな。ここにとりあえず、ここで待ってろ。薬を見つけてきてやるからな。はい。お、セーブポイントあった。ほう、治療薬を隊員から受け取る。ここに次のミッションが出るようになってるね。ここは開かない。特にないね。いや、ワニ怖いな。あら、野営士が、野営士が襲われてるではないか。背後を取ると不意打ち。しゃがむのどうやんだっけ。ここか。野営地めっちゃ襲われてるじゃん。どんな不意打ちでやるんだ。マル ?R2 か。はい。おわ、くたばれっこの野郎。まさかのね、殴るでもなく、もう首をね、ひねるっていう。すんげえ怪力じゃん。野営地。ボロボロだな。どう来る。何体いるんだ。一体だけかね。一体だけっぽいな。これバレないのか。視界狭いねこいつら。オッケー。おっ、メキメキ。おおお、タフネス。これか、イモムシだ。ここは PC いるね。どこ、ここかな。あ、あー、四つ足じゃん。四つ足はちょっと辛いから、もうこれ不意打ちで、不意打ちできんのこいつ。おお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 、すげえ、ストンピング。素晴らしい、ストンピングで一回ね、あの地につけてね、そっからの連打ですよ。四つ足は厄介だからね。ああ、正面向いてるじゃん。あれ、バトル、100% バトルな。どう考えても。ほら、裏とかないもん。おい、おい、四つ足来いや。あ、痛い痛い痛い。痛い。ああ、うっそ。やっぱ四つ足強いわ。待って、四つ足尋常じゃないわ。これ誰？こいつだよね、さっきいたの。なんか変なアーマーっぽいのつけてるね。はい、すいませんがね、ちょっと長くなったんで、今日、本日はね、ここまでとしておきます。ご視聴ね、ありがとうございました。このね、続き、エンドオブゾイ、見ていただければ幸いです。まあ、すぐ上げると思うんで、この後も。よかったら見てやってください。はい、それではね、島津でした。ご視聴ありがとうございます。失礼させていただきます。